みどり、今日からお弁当をパパが作ります。彼女の手作り弁当夢だった。本当？うん。へえ。大津さん弁当作ってんですか。すごいっすね。パパが作る？作るならちゃんと作ってよ。覚えたての鏡の。あっ。くっさ。ないね。いつも。女子高生のお弁当っていうのはね、もう可愛くなくちゃダメなの。今日の弁当、期待しててな。母にもらったこの名前をいつか綺麗に咲かせたい。美味しかったよ。よし。パパのお弁当は世界一。